どうですかみたいな。社会人になって、別になんかそんな変わりなくって感じですね。ズルしてんのウケるね。おーおー、バカにしてんのか。なんで、待って待って、ネイル可愛い、嬉しい、本当。これね、昨日作ったのネイル。待って待って待って、あみちゃんお仕事お疲れ様。お疲れ様です。今日はお仕事お休みなんですけど、夏ですね。でも北海道昨日雪降ったんですよ。やばくないですか。ん、そう、髪切ったの気づいてもらえるの嬉しいな。髪切ったんですよ。どうですか。あ、なんか飛んだ。どういうこと、お仕事してるのか。違うよ。じゃあ暇なんだよね。みんな今ソフトバンクの試合見てる？私はテレビで今流してるんですけど。いっちゃんタイプ？何が？マジで。ホークス戦つけてますよ、今そこに野球流してる。え、気づきました？ちゃんと流してるんですよ。今朝大谷見たぜ、マジで。お、久しぶり。ん、不思議な味だよね。不思議だよね。何してんのって思って、暇だから誰かとお話ししながらなんかこう過ごせたらなと思って思ったんだよと思って、あの、ね、今やってんの。プレスに対して誰にですか、さすがに。え、ごめん、そんなこと言ってたっけ。すいすいすい、競技続けますよ。俺と電話しようや。電話します。ソフトバンク負けてんだよ今。ショッキング。え、なんで、ミニスカじゃない、ショートパンツ。こだま、またな、バイバイ。普通に就職してる。してますよ。お仕事しながら競技やってますよ。慌てー。
どうして話聞くか。え、どういうこと？話聞こかってか。あれ？ですね。オッケー。でね、この味をつけといたお肉をね、何してんの？暇なのよ。これをスープに結構巻くさ。さっき楽なんよね。動画の再生数伸びないの悲しい。動画見てんの？どういうこと？3食ちゃんと食べてますか？食べてますよ。食べてないと思います。待って待って待って。え、待って。はあ、ホームラン打たれちゃった。ちゃんと待って。悲しい。嘘。え、嘘でしょ。5対1だって。やばいんだけど。ショッキング、ショッキングだよ。あ、スイッチ持ってたらフレンドになれるって。スイッチ持ってない。妹持ってるけど私持ってないんだよな。あー、ショック打たれちゃった。ね、無水調理ができんのよ、この鍋。お仕事終わったの？仕事終わって帰宅中だよ。お疲れ様。
喋ってない。もうね、このメタワーと、なら、友達さんの応援してください。ちょっとよくわかんないけど頑張って。待って、撃たれたの？嘘、見てなかった。やべ、撃たれすぎどうしてもきんぴらごぼうが食べたくて、なんかそういう時ない？きんぴら食べたいなみたいな日。でもさ、なんかきんぴら買うとさ、なんかちょっとしか入ってないじゃん。もったいなくね？自分で作ったらいっぱい食べれるやんって思う。時間あるしね、今日と思ってごぼうと人参をね、買ってきたわけよ。どういうこと？こんなこと持ち上げてる。生きてるよ。生きてますよ。
りしますよ。みたいになった？下覚えないんだけど。どういうこと？どういうこと？直してた今。悲しい。マジ？悲しい。いや、下覚えないんだけど、なんか言われたんだけど、どういうこと？彼氏自慢してた私。彼氏自慢してた？出来たてのポンデリングマジで教えてください。いいな。出来たてのポンデリングって何？出来たてのポンデリング食べれるとこあるの？私知らないんだけど、そんなとこ。食べてみたい。固まる？なんか電波悪いみたいなんだよね、うちの家。なんかいんのかな？申し訳ねえ。